平塚に湘南ブルマール対清水エスパルスの試合を見に来ました。なんとゴールデンウィークは J リーグへ行こうの企画で当選しました。当選しました。無料招待です。行ってきます。行ってきます。まずは湘南の街をふらつきます。出店の量がすごい。どこにあるの？釜揚げしらすたっぷり。あー、美味しそう。あ、公式なんだ。いいね。うまっ。うまい？やっぱこういうビールじゃなくて飲めないの。うまいよ。飲みやす。うん、そう。フルーツビール。あんまりなんかそんななんか。マンゴービールとかを想像すると違うけど。ああ。ぜひこのサスキバレのもとにですね、両チームの予選が組み合いますけども、まずは、ここで完成いたします。ナンサンド、と三種盛り、パオバンナインパッタイ、ガパオ、タイ料理三種盛りです。気分よく帰ります。帰ります。はい、はい、エスパルスが無事勝ったのでお祝いします。のげに来ました。日本だけだ。ね、うん、久しぶりでのげで飲みます。のげで飲みます。
乾杯。さつま揚げ。はい、昨日川崎に一泊して今日は横浜を一日楽しむ日。そう、赤レンガのドイツビールフェスに行こうと思います。行ったことあるんだよね、昔1回だけ。私は初めてなんで、どんな感じか気になる。楽しみ。楽しみだね。アンパンマンミュージアム口コミですね。お腹いっぱいになりましたか？強風ですね。はい、ビアフェスを終えて中華街の方に歩きます。散歩しながら歩きます、うん、トイレは？トイレはいいお腹いっぱい、ね、うん、ビールのせいだ。そうだよ、多分、ね、あれはお腹にたまるもん。でもソーセージ美味しかったね。うん、はい、中華街でも食べ歩き。うん、ごま団子食べた。食べたのない。あれでしょ、小籠包。小籠包小籠包でしょ。ごま団子食べた。ごま団子家にあるからね。鑑賞用。あ、でもなんか アイスです。うん、ね、香りがすごいね。合うね、うん、これうまい、うん。